はい、今日はですね、ライス君の水飲み容器について、ちょっとね、お話ししようかなと思います。水飲み容器っていうか、まあ、水飲み器なんですけど、片方はですね、最近この、ピュアクリスタルっていう電動のね、水飲み器を使ってなかったんですよ。っていうのは、まあちょっとメンテナンスがね、めんどくさくなって、まあ黙ってこっちにね、毎日水変えてね、入れてあげたら、まあ全然飲むんじゃないかなと、同じぐらい飲むんじゃないかなと思ってたんですよ。で、ですね、このなんだ、ピュアクリスタルをしまって、1ヶ月ぐらいですかね、こっちの水飲み皿で毎日ね、水を入れ替えてライス君に、水をあげてたんですけれども、どうもですね、ライス君の水を飲む量がですね、違うような気がしまして、あんまり飲んでないなっていう感じがしたんですよね、こっちだと。で、ですね、まあ1ヶ月間、これで与えていたので、トイレのね、掃除も毎日やるんですけれども、トイレの掃除をやった時にですね、だいたいおしっこの塊が、1つか多くても2つで、なんかね、少ないような感じがしたんですよね。で、試しにこのピュアクリスタルにね、また最近戻してみたんですけど、そしたらね、もうおしっこの塊が3個以上、3個から多い時は5、6個ですかね、まあ、確実に3個ぐらいあるんですよ、おしっこの塊が。なのでどうやらですね、この、クリアフローの、ピュアクリスタルね、ピュアクリスタルを使った方がライス君はですね、非常によく水を飲んでくれるみたいですね。まあ、正直そんな変わんないでしょって思ってたんですよ。ただやっぱり置き水だけだと、なんか上にこう猫の毛が浮いたりとか、あとはなんかホコリがね、入ってこう、まあちょっとこう汚い感じに見えるんで、まあ、こっちの方がね、見栄えがいいかなとは思ってたんですけど、実際ね、ライス君の、水を飲む量っていうのはね、明らかに違うみたいですね。まあ猫ちゃんによって違うかもしれないんですけど、嵐先輩もね、水道の蛇口から水飲みたがるんですよ。で、まあ一説にはその猫はね、動く水の方がすごくこう、まあ、好むっていう話なので、なのでね、やっぱりこのピュアクリスタルはですね、一回、試してみる価値ありかなと思います。はい。で、一応軟水化するフィルターもね、使ってるんですけれども、まあ特別それがいいかどうかわかんないんですけどね。はい。まあ、このピュアクリスタル自体はね、すごく、うちのね、ライス君には合ってるみたいですね。はい。というだけの話です。で、実際にね、検証してみようかなとも思ったんですけど、どうしようかなと思って、この皿、一日ね、この皿を置いただけの状態で、で、まあ、夕方にね、トイレ掃除して、まあ、どれくらいおしっこの塊があるかっていうので、はい、まあ、この皿版とコンピュアクリスタル版でそれぞれね、やったら面白いんじゃないかなと思ったりもしてるんですけど、まあその方が証明になるかなと。はい。まあ今回はちょっとお話だけですね。はい。まあ、実際に、そういうね、違いが現れましたよというだけのお話です。いや、ライス君、ライスねえね、ピュアクリスタルの方がいいの？ね、ピュアクリスタルの方がいいの？戦いあったね。ね、噛むなよ。今にも噛みそうな顔だったの、ね、今。今エアコンつけ始めたんで、だいぶライス君がリラックスしてますが、はい。さっきまでだいぶ抗議されてたんで、つけてあげました。まあ俺も熱くなってきたんでね。はい、じゃあそういうことで、はい、このね、ピュアクリスタル、はい、いいですいいですというだけの動画でした。それでは。